ニューストピックスです石川県立美術館で二月五日まで収蔵品のえりすぐりの金属作品が一堂に会した企画展カネは雄弁に語りきが開かれています今回はこの話題について文化部の岩上記者に解説をしてもらいますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、まずはこの企画展の概要について教えてくださいはい、えー「カネは雄弁に語りきは 県立美術館が所有する約4,000点のコレクションの中から古美術から現代までの金属作品85点を並べた企画展です。用途と美、超絶の技、金属という表現の参照構成となっており、金属の鋭さやぬくもり、豊かな色彩など様々な表情を見せるこの金属の魅力を楽しめるようになっています。 例えば「用途と美」では初代宮崎寛治の茶釜や3代魚住伊楽の水差しといった茶道具江戸期の刀や脇差しなどが並び実用性に秘められたデザインの美しさを見ることができます。超絶の技ではふるさとの人間国宝の作品を中心に優れた技巧を堪能でき金属という表現では金属のまた多様な素材や性質を生かし豊かな色彩や質感を表現した作品が展示されています。 今回の企画展では初めての試みもあったようですが、どのような試みなんでしょうか。はい、えー、今回、美術館の収蔵品というのは、もともと大きく分けて、江戸時代以前の古美術と明治時代以降の工芸品、あとはその現代的なその美術品などのそういう分類があるんですが、実はこれまではこの分類ごとに専門の学芸員がそれぞれ展覧会を企画する形式でした。今回は金属という一つのテーマをもとに。 若手の学芸員5人がそれぞれの専門分野の垣根を越えて準備に取り組みました。そのため、時代を超えた作品が並んでおり、10代の企画展と違った新たな視点で収蔵品を鑑賞することができます。若手ならではの斬新な発想もありそうですね。そうですね、えー。例えば、鉄の輪をつなげて作られた鉄自在蛇置物という作品なんですが、 ただ展示するだけではなくてこれを実際にくねくねと動かせるのでそれを動画で一緒に見せることでそのの技巧凄さを分かりやすす。く実感できます初代魚住イラクまた三代魚住イラク漁師が制作したサハリドラの展示スペースでは実際にそのドラを鳴らしてみた音色を流して来場者が聴き比べを楽しむことができます。 SNS などでも作品を紹介しするなど発信力も強化しましたこの時間は文化部の岩上記者に話を聞きましたありがとうございました先生ありがとうございました